ご覧いただきましてありがとうございます。賃貸の正木の内田です。本日は奈良市法華寺町にございます 1K の賃貸アパートレオパレス法華寺の1階を紹介させていただきます。こちらは初めての一人暮らしにぴったりなロフトのある 1K のお部屋となっております。それでは早速中を見ていきます。まずこちらは洋室のスペースとなっております。こちらの洋室しっかりとしたスペースがございますので、ベッドなども十分に置いていただけるようになっております。またこちらのお部屋はこちらからですねロフトに上がっていただくことができます。ロフトも十分なスペースがございますので、物を置いていただくのにぴったりなスペースとなっております。こちらのお部屋はロフトがついているお部屋ということで、大変天井が高くて開放感があります。エアコンももちろんついております。そしてロフトの下のスペースは収納になっておりまして、このようにクローゼットの収納となっております。奥行きがしっかりあるので物をたっぷり入れることができます。そしてこちらがキッチンとなっております。キッチンは IH コンロ一口のタイプとなっておりまして、上下にしっかりとこのように収納がございます。またキッチンの横には室内の洗濯機置き場がございまして、こちらですね、玄関のスペースにもしっかりと下駄箱がございます。またお風呂の方はお風呂、トイレ、洗面台が一緒になっているユニットバスタイプとなっております。はい、それではお部屋の紹介はこれで終了いたします。気になる条件は賃貸の正木のホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の正木では皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。